さて、さてやってきました平安通り駅ね。なんかえらい綺麗になってたんですね、名城線この案内表示が。でこれ見送って、これ環状線になってるんですけど、大曽根とかの電車が定期的に出るんですよね。大曽根駅ってのはもともとはね、ずっと終点やってたターミナルのね駅ですがね、後でちらっとやってもいいかもしれません。で、大曽根から名古屋港の間走ってるね名港線は、あの大曽根まで乗り入れとってね。で、そうですが、名城線と名港線はまあもう表裏一体な路線ですよね。名前も名城線、名港線って一つのラインがもう一緒の車両で一緒の色になってますからね。そういうように右前に乗ったり、ね、が来たりっていうので、結構あの乗り換えをするときとか、その先に行くときね、特に大殿より先に用事があることで多いというと、名古屋ドーム前やだですよね。名古屋ドームに行くときとかね、大殿行きじゃダメですよというのはね、これはあの特に県外からね名古屋ドームに来るよとかはね、覚えておいた方がいいかもしれないことかなっていうところらへんで、私も初めておりますこのね平安通り駅。ここから、世にもね、奇妙な一路線、神井田線から出てるんですよね。何がね奇妙ってね、何せね、多分名古屋の地下鉄の地図を見たらね、見た人はね、誰もがねこのような光景にね驚くと思います。神井田線ってこっからこれだけなんですよ。ほんでこれだけ終わっちゃうんですよね。このね、多分一番短いんじゃない、地下鉄の路線と単独路線としては一番短いんじゃないですか。ってことで、まあ、当然この一駅だけをね相互行ってるわけじゃなくて、このままもう基本的に全ての電車が小牧線で先に行くという構造になってますよってことですね。ちなみに名港線こっちね、でこの列車が基本的にはスーッと来て大曽根まで来てると、ここで取ってでループしてるやつはループしてみたいな感じの構造になってますね。昔は新玉橋と大曽根で来てたんですけどね、後からここが追加でできてというような形ですんで、まあそんなところですね。私が大学生の時やったもんな、矢事がちょうど工事やっとって、ね、大学の前のところがバーッと工事やっとって、で大学4年ぐらいの時にできたって言ったら大体年齢がバレてしまいますけどね。まあだからこんな感じ行き先も、まあ当然上井田方面になってるんですけど、その時はもう全部犬山小牧まで行きますよと。上井田駅って、あら最後にあるんだ一応上井田駅って、0時28分に、一応あることはあるんですね。誰が使うんやろ、0時28分に上井田駅って。でちょっと下降りたところにあるんだ、そこまで深くないんですね。よしよし、もう一つ降りたところにあるんですね。こんな構造なんだ。これは名鉄のやつですね。名鉄が保管している総合特急列車、犬山行きが来てますね。あとホームドアとかもあってて、1番2線端っこ、どっちが先だ、こっちが上井田ってなってるから、一応先あるかな、まあ全然、スターになるかもないですね。多分この先も引き込み線がありますからね。で、お線図はご覧の通り、総合乗り入れの分も書いてありますけど、なんともね、なんとも言えないような路線図ですよね。これだけですから、2分で終わっちゃいますからね。で面白いのは地下鉄ですけど、セミクロスなんですね、構造が。あ、その下でも入ってる。面白いですよね、地下鉄なのにクロスシート車ってのが珍しいですよね。よいしょ、完全に名鉄。